ソジヘ主演、裕福な家庭で育ち美しく羨望の的の女性と、貧しくつつましく生きるもう一人の女性、正反対の境遇だが20年来の親友だった2人の秘めた欲望が絡み合い関係が壊れていく様をスリリングに描く愛憎劇、赤い風船絡み合う糸、3月17日スタート。